皆さん、こんにちは。ワネルリビシです。では、今回は、ポケット戦国、続きをプレイしていきたいと思います。で、ちょっと間が空いてしまったんですが、ポケット戦国、バージョンがアップされてですね、本能寺の変シナリオができるようになったというのと、今まで、合戦シーンは、10部隊 vs 10部隊ということで、10部隊同士の激突が限界だったんですけども、最大40対40の、大規模な合戦が可能になったというね、大きな2つのバージョンアップが入っているので、その新しいバージョンでプレイをしています。で、コメントの方で、実はこの本能寺の変シナリオの端は、つまり秀吉ですね、結構難しいですよというコメントいただいているので、しっかりね、プレイの方はやっていきたいと思います。で、今はですね、依然、大きな勢力を誇っている織田家と、あとは勝家ですね。このあたりと、戦っていくというのが一つあるんですが、今停戦中なので、その間にね、紀伊へ攻め込んで、犀川を潰しておこうということで、鈴木に攻撃を仕掛けています。で、今、犀川の方にはですね、秀吉軍の主力、これを送り込んでいます。で、一方ですね、筒井家、純慶ですね。ここが、秀吉に、従属しているというのもあってですね、高取城で、合戦中という状態です。では、早速、続きをプレイしていきましょう。筒井は引き上げるのか、一旦。高取城へ行軍中。これは落とせなかったんだな、高野さんが。そんなに、きついところではないような気もするんですが、このままの勢いで落としにかかればいいでしょう。数部隊送り込めば高野山は落とせるかなという、そういう次元な気がします。このタイミングでそうか、イベントが始まっちゃいましたね。雪国の勝家は冬の間、軍が動かせないと、兵が動かせないというのを見込んで、いわゆる清須会議で、秀吉が勝家に譲った近江、長浜ですね。もともと信長から拝領していた近江長浜、ここを奪い返そうと。いう作戦の話だと思います。犀川を落としましたね。孫市は登用するか。どうする。孫市敵に回しておいてもろくなことはないので、一旦射撃をしよう。門徒衆はどうでもいい。斬首で、秀吉軍はそのまま、全軍を移動させる。で、それとは別にですね。ちょっと待ってね、これ、浮田か。浮田秀家が来ているというわけだな。ここは秀吉はどうするかというと、力攻めに切り替えましょう。まずね、高野山。で、その他で言うと、表情も起こしておきたいな。とはいえ、今秀吉に兵なし。池田常ちゃんが長浜攻略中か。ここに兵は送りたいね。長政、はじめ、五六、あとは長安、この二人を長浜へ出しましょう。出た。その間にしっかりと表情はやっておこう。
金に余裕があるうちにですね、建設。さて、どこで何やるかだな。ちょっとすっかり忘れちゃってるけど、まずは、まあ、なんといっても金は必要なんで、市場。さらに、建設は金のある時にどんどんやっていく。奉行所とかだとどう？治安上昇、商業収入と人口増加。奉行所は入れとこう、大阪には。であとは商業投資。ろくなやつがいないな。ちょっと後回しにする？ちょっと待ってね。とはいえ、いるうちにやれることはやっておきたいんだけど、3倍速なんかしたくない。とりあえず後でいい。これでいこう。一旦動かしたい。氏里を西岸に移動させて、岩室城を攻撃している浮田秀英軍。うわ、浮田軍むちゃくちゃだな。浮田とはまだ、従属関係とかないと思うんだよな。確認する必要があるね。金1万か、しょうがないな。自分の将。まだこの時点では秀吉は自分の将か。まだまだだね。浮田はもう羽柴に従属してるので大丈夫だね。一応派遣だけしよう。氏里を岩室城へ派遣。ちょっと待ってね。難なく取ったのね。OK だ。御の字、御の字。御の字を。そしたらそのまま、五六と長安を北近江、小谷へ派遣しましょう。ギャハ。再び包囲網。30を超えた時点で包囲網か。オーダーにも取った。むちゃくちゃ軽快に進むね。これイベントの効果だな。じゃあ、そのまま、金ヶ崎に進行。雪解けまで進行不可か。だったら一旦ここに留めおこう。で、表情で、まずここは城の防御を図りたいよね。あと、ここで、近江片付いた後の、イベントですね。ここで清洲会議の話が出てます。羽柴家は危険じゃ、出陣を用意をするのじゃーということで、何、酒井か。酒井が敵に回るなんてあるのか。ちょっと待ってね。あとで酒井の軍勢の数確認します。
堺には3600の兵、そこそこだな。紀伊の黒人衆は残首で、秀吉軍団はそのまま堺の攻略に向かう。美濃の織田家と、一旦常ちゃんが大垣城で美濃からの侵攻を妨げてくれるはずなので、一気に戦闘になることはないだ。災害で一気、くっそ、しょうがないな。まずその一気を沈めるところからだね。まともに戦える部隊が一つもありませんってなっちゃう。微妙なこと言ってくれるな。一騎相手に。で、秀家からあっという間に城を一つ召し上げる。で、石山本願寺が奪われた。誰に？堺か。士気が50しかないの。いやー、なかなか厳しいな。まあ、ただ一つ言えるのは、大阪はそう簡単には落ちないので、まずは、百姓一揆、ここを鎮圧しちゃいましょう。それからだ、すべてを。と同時に、表彰でどかすか金を集めていかなきゃいけないっていうのもあるので、やっていきます。まずは三成に、遠く離れたところ、まあ、つまり、どこがいい？ここだな。根ごろじ。ここに、まずは奉行所。さらに、建設で、抹茶長門。同じく根頃寺。いやー、どこがいい？岸和田にする？岸和田に、市場。これを建てていく。で、あとは、まあ、拠点になる、今日、ここで、これも建設。長政に、さてどうする？鉄砲道場欲しいよな。兵舎も欲しい。全部欲しいけど、まずはでも足軽道場にしとくか。で、人材投与をそろそろ人増やしたいな。ただ、まともなやつがいないところでやってもしょうがないので、ある程度ちゃんとね、戦える武将が欲しいんですよね。戦える部署、カズトヨ63。なんとも言えないな、カズトヨで63。もうちょっと欲しいよね。70ぐらいあれば、もうすぐに雇うんだけど。そうはいない、70クラスになると。孫一いるじゃん。雇えない。投与する。あとは兵自体を屈強にしておきたいんで、
誰もいない。しょうがない。あとは、神前送っておこう。いや、人がいない。早々に城は西側取り返して、西側を取り返した全部隊で堺攻略に向かう。いや、決戦に持ち込みたいわ。ここもう早々に。ただ金がなさすぎる。決戦をするには。よし、孫市が加わったね。で、堺はほっとけば落ちるんで、このままにしておいて、他なんかまともな武将いないかな。金ばっかり増えていくね。お金すごく貴重なんで、すごくありがたいんですけど。そしたらまず徴兵しとくよね。で、その他で言うと、まずは、表情を開いて、神前を送っておこう。で、誰に神前する？手取り城で一気か。いや、もう叶わんな、この一気の数。城を奪われるね。氏里を派遣するしかないか。農民税に敗退するか。まあそうなるよね。とはいえ兵がいないのでどうにもならんな。どうする？とりあえず長政には神前で金をとにかく使っていく。あとちょっと武将がどこにどんだけいるかっていうのはちゃんと確認した方がいいね。武将。小谷に長安でしょ？あと根頃寺に勝本。清秀。長政。この辺りがいるな。
徴兵者をとりあえず徴兵して、堺が落ちれば多少兵を避けるようになるので、それでなんとかしましょう。さあここは粉砕していくぞ。所詮足軽だ。突き崩す。いや、ちょっと待ってくれ。まとも戦ってもなんか勝ち目がない気がする。ちょっと後ろに下げよう。全体的に。敵の本陣をとにかく強襲する。それ以外に勝ち目はない。なんとかここは勝ち切らないとまずいよな。さあ、うまい具合にはまってるぞ。今のうちに敵を殲滅するんだ。で、こっちも一気に決める。本陣さえ潰せばこっちに勝機が回ってくる。鼓舞を使いたいね。一回ね。よし、引き上げさせたか。なんとかなったね。で、鼓舞はね、時間とともに使えるようになりますっていう内容です。いや、この百姓ごときにこの手間取り用だと先が思いやられますね。さあ、堺も落ちるね。小西浮永は登用する。が、に、釈放。一旦京に戻して、
で、何はともあれ、全くあれがないんだよね。治安が。資金援助。まあ、2000ぐらい貸してやるか、ユーサイには。細川家に見放されるわけにはいかないというのもありますからね。で、氏郷ともう一度、京に戻す。で、京では、徴兵、自動徴兵にしちゃいます。で、表情を開いて、金が2000しかない。今は何もできないね。せっかく武将がいても金がない、今度は。ただ、2月になれば金がね、ドカッと入ってくるんで、それを待ちます。で、お金が入ってきたので、今回は思い切って内政に全てを費やそう。で、次回、信孝討伐戦を行っていきます。というわけで、まずは、親善。金を持って親善に行ってきてくれ。滝川とは同盟結んでるの？本当に？まずは、筒井でしょ？さらには、絶対に切れたくないところで言うと、庭。あとは、建設。政策は何かあるかというと、火薬改良とかやりたいけどな。まあ、とりあえず、正面強化、側面強化、このあたりは金を突っ込んででもやっていきたいよね。よし、これで、筒井と庭、両家には金をぶっ込んだんで、三好に金2000だな。いやー、みんな結構金たかってくるからね。お、これは、いよいよ、真田が表舞台に現れそうですね。はい。というわけで、キーは完全に、支配下に収められたかなというところかな。奉行所の場所がちょっといまいち微妙だな。手取城が危ない気がする。なので、岩室城に奉行所建てよう。ね。こんなところに奉行所建てるのもちょっともったいない気はしますね。あとは、まあ、余った連中で軍事訓練でもしておこう。で、全員戻ってきたら、いよいよ、身の取りに。かかります。というわけでね、ちょっと時間経っちゃいましたので、今回はここまでにさせていただいて、次回ですね、またこの続きをしっかりプレイの方していきたいというふうに思いますので、引き続き皆さんの応援よろしく、お願いいたします。
はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネルの登録、あとはですね、ツイッターの方で動画の収録状況と、あとは配信状況、まあ、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。